ガチオのランニングチャンネルです。レッツゴー。こんにちは、ガチオです。今回は、長い距離を走っても疲れない腰高なフォームを作るための動き作りをご紹介します。一つ目は足の振りと、それからお尻の筋肉を強化する、股関節から引き上げです。足を伸ばして体を支えます。つま先で立ち、頭からつま先まで体をまっすぐにします。お腹に力を入れて、リズムよく股関節から足を上げ下げします。体の前で足を回転させる意識作りを行います。足振りとお尻の筋肉アップになり、長い距離を走っても疲れにくいフォーム作りに有効です。また足で蹴って進む動きの修正にもなります。左右30回行います。2つ目は、かかととお尻をタッチすることによって、膝下の可動を良くする動きです。お尻に手を当てて、手にかかとをつけるように足を交互に引きつけます。この時に膝が開いたり閉じたりしないように、まっすぐ行うことがポイントです。腰を起こし、上体が丸まらないように注意しましょう。慣れてきたら手を外して行います。走る前に20回行いましょう。引き上げの意識が体にインプットされます。3つ目は、地面からの反発をうまく活用するための階段の踏み込みです。勢いをつけて片足で段差を登ります。登った瞬間膝はまっすぐです。次に膝はまっすぐのまま後ろ向きで下に降ります。着地した時もできるだけ地面からの反発が体に伝わるようにしましょう。つま先はまっすぐ前を向いた状態をキープすることが重要です。反発力を使えるようになるだけではなくて、まっすぐ着地してまっすぐ蹴る感覚を身につけます。左右10回です。今お伝えした3つの動きは、走る前にやっておくと、自然に体がインプットして、自動的に体が動いてくれます。なので、習慣づけてやるようにしましょう。今回は以上です。ガチョウでした。また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。また次回お会いしましょう。